ジンピットチャンネル始まりました。ケントです。リョウです。今日はリョウくんにゲストで来ていただきました。トランスジェンダーで FTM です。年齢は31歳。仕事は今、ライフコーチという形でコーチングだったりとか、またミッションリーダーズアカデミージャパンというところで、理事も務めさせていただいています。ライフコーチっていうのは具体的にどういうことをするの？クライアントさんとこうセッションをしていく中で、自分って何者なのかとか、人生の目的、ミッションとか、あとは自分の人生のゴール、ビジョン、そういったものをこう明確にしていったりとか、目標に向けてこう引き出すという感じですね。クライアントさんの中に答えがあって、それをこう自分が質問をしたりとか、一緒に走ってるみたいな、本人ベースのってことですよね。で僕もコーチングお願いしてて、やっぱりね、一人で考えてできることって限界があるから、いろいろ相談させてもらってます。トランスジェンダーということなんですけど、全然わかんないんだけど治療ってもう終わってます？はい、治療は全部終えて、国内で上も下も手術は終えて、はいはい、戸籍を男性に変えるところまでもう終わってます。はい、いつ戸籍変えたの？去年のクリスマス。あ、男性1年目とかですか？そうです。すごいね、男性1年目です。なんでこんな薄臭くなるんだろうで、それで経歴なんですけど、ちょっと面白くて、もともと学校の先生やってた。はい、そうですね、女子校の学校の先生を6年間女の先生として、すごい、1年間男の先生としてやってました。その学校の在学中というか、はい、勤務期間に性別を変えた。そうですね。それなんか問題なかったんですか？カミングアウトとか、生徒とか親御さんとか、同じ先生方とか。はいはい、僕はありがたいことにそういったのが全然一切なくて、相手がこう理解しやすいように、もしくは相手が答えを出すんじゃなくて、こういう風に変更しますよとか、もしかしたらこういう課題が出るかもしれませんとか、でもその課題に対して僕はこんな風にやりますっていうのをやっぱり提案させてもらって、本当に受け入れてもらって、本当にオープンに、やっていって。すごいね。でもやっぱりその伝え方は上手だったんだと思う、やっぱり僕はこう行きたいっていうのもあったし、ある意味学校にとっても、こういう僕みたいな存在の人じゃないけど、やっぱりこう自分がこう行きたいっていうように生きてる姿を見せるじゃないけど、やっぱそういう風な姿勢を先生としてでも見せるって大事だなと思うし、人として変わらないんだよっていうスタンスはすごい大事にしてましたかね。絶対変わらないでしょね。そうなんですよ、変わらないですよね。ただこう、本当右利きですか左利きですかぐらいな感じで、で中1を担当してたんですけど、保健の授業の中で、体の性に関しての内容もあって、でそこで LGBT に関して状況に応じて扱っても良いみたいな、先生向けのこう主書きがあるんですよね。で正直それまでは出さない方がいいかなみたいな、どういう風に伝えようみたいなのがあったんですけど、やっぱカミングアウトした年はもう普通に黒板にも書いて、先生はどれでしょうみたいな、すごいすごい、で先生は T だよみたいな、なんかでそれで生徒たちも、あ、そうなんだみたいな、確かに T だ先生はみたいな、すごい分かりやすいよねT がこの人っていう、こう目の前で見れるっていうのが。高校の先生を7年間やって、性別変えて、変え切りました、そこからライフコーチってどうしたんですか？なんか自分だからこそできることってなんだろうっていうのをこう探す旅になったというか、僕の中での課題は女性として生きてて男性で生きることがポイントなんだって正直思ってたんですよね、男として生き始めたんだけど、なんか埋まらないんですよね、自分の中が、でそれがなんだろうと思って、でもやっぱりこういう自分の、マインドの勉強だったり、本当こう心理学だったりコーチングとか、そういう学びをしている中で、結局僕は女っていう枠から男っていう、簡単に言うと社会が決めた枠に収まっただけだったんですよね、結局。男って自分らしさでもないし、ありのままの自分でもなくって、じゃあそれって何って言ったら、男も女も全部のけた一人の自分が自分らしさ、ありのままの自分だなって、それってなんだろうっていうのが分からなくって、それをこう探していく中でコーチングに出会って、潜在意識、心の領域っていうところに出会って、今のこういうライフコーチっていうところにたどり着いた感じですね。自分って何のために生きてるんだろう、自分だけのこの人生の生きてる意味、
何なんだろうなっていうのがすごくやっぱりこうモヤモヤしてた。すっごい好きなテーマどうやって生きるかとか何のために生きるかとか、生きるとか死ぬとかも大好きで、よく質問いただくんですよ。自分に自信がなくて、こうやって生まれてしまって失敗作なんじゃないかみたいな人が多くて、で僕はやっぱり自分のこと大事にできないと、誰も他人のこと大事にできないと思うから、一番自分を大事にするべきだと思っていて、でそういう話とかすると、自分を大事にするってどうやってやるんですかみたいな。最初自分を知るじゃないですけど、人からどう見られてるかとか、人からどういう評価を受けてるかっていう知るじゃなくて、自分が自分をどう見てるかとか、自分のいいところも自分のなんか良くないと思ってるところもまずちゃんと知ること、で正面から見てみるっていうのはすごい大事。自分は何を感じてるか、自分がどんなことを大切にしているか、っていうのを自分でこうよく見てみるっていうのはすごい大事だと思っていて、何が好きで何が嫌いで、どんな時幸せだと思ってて、どんな時幸せじゃないと思ってるのかっていうこと、言語化するの大事ですね。それは思うな。まず一番大事にするというのは、自分はどんな気持ちを大事にしているのか、自分にとって大切な感情は何かっていうのはすごく大事で、自分の感情をもとに行動を起こすので、幸せっていう感情を大事にしているのか、楽しさなのか、喜びなのか、なんかワクワクなのか、どんな気持ちを大事にしているのかなっていうのをこう知ってみるっていうのはすごくいいと思います。で、日常でどれだけそれを大事にできているか、意外と意識できてないんだよね。できてないんですよね。それはね、思うわ。本当はワクワクしてるのが好きなのに、常になんか人の目を気にしてなんかモヤモヤしてるとか、自分ってダメなんだって思ってこう悲しい方に行っちゃってるとか、でもそれって自分の感情の大事なホームじゃないから、自分は幸せではないというか、だから本当極論自分が幸せであればいいんですよ。っていうのはすごくこう大事だなと思います。でコーチング依頼は概要欄に貼り付けておきますので、 SNS、インスタグラムとあと Facebook と公式 LINE ですね、貼り付けておきますので、ぜひチェックしてみてください。お気軽にフォローしてね。またね、インスタの、ポジティブな配信がすごくいいですよ。あれなんか勉強になると思うし、前向きになれるから、いいインスタだと思います。グッドボタンとチャンネル登録お願いします。僕下の名前を変えて公表にしたんですよね。3人だけ聞きに来て、あ、トランスジェンダーなんだよって言ったら、1人は、ああそうなんですか、もう1人は、じゃあ治療とかするんですかみたいな、なんかもうそういうのも知ってる、もう1人は、はいみたいなトランスフォーマーじゃないよみたいなトランスフォーマーみたいになっちゃう